今日はボクシーテイラーアートジャケットのご紹介。どうも、タロです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ユニクロ U 購入品の中からボクシーテイラードジャケットをご紹介したいと思います。なんだよレディースかよと思う人もねいると思うんですけども、僕のねチャンネルでは、リアルに使えない商品はね、ご紹介しないつもりでいますので、ということはですね、女性だけじゃなくても男性もかなり使えるアイテムかなと思って、僕自身もね購入をしてきたんですけども、このアイテムがノーマークだった人ですとか、気になってるけどこれレディースだしなとね迷ってる方、そんな方にね何か参考になれればと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、それでは早速見ていきたいと思います。まず商品名の方がボクシーテイラードジャケットとなります。価格の方がですね税込み7990円となっていまして、サイズの方が XS から WXL の展開となっています。一応ですねレディースの規格なんですけども、サイズスペックをねそれぞれ見るとメンズでもね十分に着れる大きさのスペックとなっていますので、公式のルックの方を見てもですねモデルさんメンズの方もね着てる方がいらっしゃったので、レディースだからといってね着遅れする必要はないんじゃないかなと思います。はい、そしてカラーの方なんですけども、グレー、ブラック、カーキの3色展開となっていまして、今回僕が購入したのはこちらのブラックになります。グレーもねいいなと思ったんですけどね、長い目で見た時によりメンズっぽくトレンド関係なく手に入れようと思ったらですね、やっぱりこれは特に男の人がねブラック一択でいいんじゃないかなと個人的には思ってまして、黒を購入しました。はい、そして素材の方なんですけども、綿 100% となっていますね。一応ですね、製品染めで味を出したコットン 100% のデニムと紹介の方にもあるんですけども、素材のね方をよく見ると綾織のねラインがちゃんと入っていまして、パッと見ねちょっとデニムっぽくも見えない色なんですけども、製品染めが施されて雰囲気のある、素材感かなとは思います。触ってみるとねやっぱりデニムかなという感じの、腰になっていますね。製品染めがしてあるので真っ黒ではなくてフェードしたような加工感のあるようなねブラックとなっていて、これがねまた独特の色合いとなっていて、なんかユニクロのね製品染めって結構これ加工してあるのみたいな感じのが多いんですけど、そのあたりはねこのユニクロ U のラインではしっかりと表現されていると思います。パッと見ベーシックなアイテムなんですけども、これのね特徴はシルエットなので、ちょっとね着た感じも見てみたいと思います。はい、着用してみました。僕は身長169センチ、体重が60キロになりまして、サイズ M を着てこんな感じになっています。まず着てみてね、率直に思うのは、これレディースなの?という感じのサイズ感に感じますね。まず肩なんですけど、オーバーサイズ気味でね、程よく落ち気味になっていまして、あくまでね、レディースなので、メンズの僕がね、着てこれですから、女性の方が来たらねもうちょっとドロップショルダーになるんじゃないかなと思うんですけども、個人的にね僕の体型ぐらいだとこのぐらいの肩の落ちはね落ちすぎなくて程よく使いやすくね感じますね。で、生地がデニムなんですけど、デニムのねドロップショルダーってこう、どうしても生地が硬いので怒り型みたいにねこう横に広がってごっついシルエットになりがちなんですけど、そこはねさすがユニクロ U のね、センスと言いますか、肩が突っ張らない柔らかさになっていて腰は感じるんですけども、ちゃんとねシルエットに丸みが出てごっつい感じにならないのがさすがだなと思いますね。テイラードジャケットというね硬い雰囲気のイメージからも和らぐと思います。はい、そしてね身幅のねシルエットですけども、脇のね絞りはね全くなくてストレートという感じになっています。メンズのアイテムですとそのままねまっすぐ着て丈もねそのまま長くなっちゃうイメージなんですけど、着丈はねやや短めな印象でして、普段着としてね着るジャケットとしてはいい長さかなと思って、個人的にはねすごくいいポイントかなと思っています。そしてアームホール、結構太めな感じになっていますけども、トレンドに寄りすぎたようなわざとらしい感じではないので、男性が着るとねオーバーサイズのカバーオールみたいなシルエットの雰囲気にも見えてくるのでいいポイントかなと思っています。このぐらいボクシーなシルエットだとインナーもねこうスウェットとかセーターみたいな厚いものからロンティーとか半袖のね T シャツぐらいまで幅広くね調整ができると思いますので、インナーの調整で長く使えるんじゃないかなと思いますね。同時にねコーディネートも結構楽しくなるんじゃないかなと思います。
はい、そんな感じでね、ポイントをいろいろ見てきたんですけども、そのポイントを活かすようにコーディネートを作ってみましたので、ぜひそちらも参考にしてみてください。それでは、行ってみましょう。はい、コーディネートの方いかがでしたでしょうか。中間シーズンの普段着で羽織るものって、素材のね、綺麗なテーラードまで行ってしまうと、ちょっとしたね、街歩きとかだと少しね、気張った感じにもなっちゃいますよね。そんな時にね、このテーラードジャケットだったら、ジージャンよりもカジュアルに見えなくて、普通のね、テーラードジャケットよりもね、頑張っちゃったね、感じにはならないので、普段着として気楽にね、パッと羽織って出かけられるみたいな実用性があるジャケットかなと思っています。もしかしたらね、ジージャンよりも使い勝手がいいジャケットになるんじゃないかなと、個人的にはね、思っていまして、素材もね、デニムに製品染めというね、カジュアルなこなしのね、生地なので、汚れたとしても洗濯機でそのまま洗える気楽さもね、結構いいんじゃないかなと思いますね。カバーオールとか、ワークジャケットにもない雰囲気ですし、こういうジャケットはね、一つ持ってると普段着としてもラフすぎず綺麗すぎずでいろんな使い方ができるのでいいんじゃないかなと思いますね。もしね、気になった方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。今日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画もしいいと感じたら高評価ボタンとチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。